皆様、こんにちは。AWS ソリューションアーキテクトの大場です。本日、このセッションでは AWS、AWS Reinvent 2021期間中に発表された AWS Well Architected Framework 関連のアップデートをご紹介いたします。はじめに、簡単にスピーカーの自己紹介をさせていただきます。AWS でパートナーソリューションアーキテクトというロールに従事しております大場と申します。普段は AWS のパートナー様への技術的なご支援や組織内のクラウドを推進するクラウド COE の立ち上げなどをお手伝いしております。テクニカルな領域では本日ご紹介する AWS w e l l Architected Framework の活用やセキュリティといった分野でよくお客様のご支援を担当させていただいております。さて、本日のアジェンダです。はじめに 簡単にに AWS Well-Architected AWS のの復習ととととしして、well、とはいといったたた内容ををご紹介いたしますす次に、well、を活用するためのツールと手法3つ目のアジェンダといたしましてこのセッションの本題となる Reinvent2021 期間中に発表された AWSWELL Architected Framework 関連のアップデートをご紹介します。 AWS Well Architected Framework 関連で発表されたアップデートは大きく2つございました。1つは AWS Well Architected Framework に6本目の柱として Sustainability Pillar が追加されたという内容です。2つ目のアップデートは AWS Well Architected Tool に Custom Lens 機能が追加されたというものになります。はじめに AWS Well Architected Framework とはというところでご紹介いたします。皆様は AWS Well Architected Framework をご存知でしょうか ?AWS Well Architected Framework は AWS におけるクラウドアーキテクチャの設計、構築、運用の対局的な考え方とベストプラクティスをまとめたものです。AWS では技術的にお客様をご支援するロールとしてソリューションアーキテクト、SA というロールをご用意しております。 AWS w、well、e ル a r c h i t e c t e d Framework は AWS の SA が10年以上にわたりパートナー様や様々な業種、業界、数多くのお客様のアーキテクチャの設計や検証をお手伝いしてきた経験の中で作られたクラウドアーキテクチャの設計、運用のベストプラティッシュという形になります。AWS は継続的にお客様のフィードバックを受けて進化を続け、様々なテクノロジーごとにマネージドサービスというものを豊富にご用意しております。 この Well Architected Framework も同様です。AWS の SA やパートナー様がですね、お客様との共同作業の中で学ぶことが尽きないため、常に改良が続けられています。実際にこの AWS Well Architected Framework がリリースされた2015年以降、毎年ですね、アップデートを続けています。AWS Well Architected Framework は、 ホワイトペーパーとしてウェブ形式のドキュメントで情報を公開しておりますが大きく3つの要素で構成されていますまずはじめに Well-Architected Framework の中ではクラウド設計運用のベストプラクティスを複数の分野に分けておりこれを柱と呼んでいますこれまでは5本の柱で約280を超えるベストプラクティスをご用意しておりました 次に Well Architected Telework では設計時に押さえておきたい原理原則として一般的な設計原則に加え各柱ごとにもですね設計原則というものをご用意しております最後に各柱には質問と回答形式でベストプラクティスが準備されています質問はあなたのワークロードがベストプラクティスに沿っているかを問うような内容になっておりまして50以上の質問によって構成されています また、その質問にですね、回答するような形でベストプラクティスをご用意しておりまして、こちらが約280を超えるですね、ベストプラクティスで構成されています。実際の質問と回答形式のベストプラクティスの例を見ていきたいと思います。まず、最初にですね、質問を分類するカテゴリーとして、柱の分野というものが定義されています。次に、実際の質問文です。 ここではパフォーマンス効率の柱7番目の質問としてリソースが正常に動作していることを確認するためにどのようにモニタリングをしているかが問われていますそして質問の意図する内容をコンテキストで説明しています最後にベストプラクティスが回答形式で用意されているという形になりますさらにこの Well Architected Framework ではですね 様々な専門的な技術領域や業界ごとのベストプラクティスというものをご用意しております。これを AWS Well Architected Lens と呼んでいます。現在このレンズは13個ほどご用意しておりまして、サーバーレスアプリケーションズや HPC、IoT などといった技術的分野ごとのベストプラクティスや、 ファイナンシャルサービスインダストリーやゲームインダストリーなどといった特定業界に特化したベストプラクティスといったものもご用意をしております。さて、この a w s Well Architected Framework を活用するための手法とツールについてここでご紹介をしていきたいと思います。まずはじめにご紹介するのが L、well、Architected Review です。 AWS Well Architected Framework における各柱ごとの質問に皆様が管理されるシステムやワークロードを照らし合わせ現状を分析して将来の改善プランを検討する作業のことをこの Well Architected Review と呼びますこのレビューを実施することで現在の状態が明確になり今後クラウドへの最適化を目指していくための戦略を検討しやすくなります次に ウェルアーキテクテッドツールのご紹介です、well。AWS ウェルアーキテクテッドツールは、well、ウェルアーキテクテッドレビューを実施するために AWS が用意しているサービスになります。各質問ごとのベストプラクティスの適用状況を記録することができ、レビューが完了するとレポートを出力することができます。レポートにはリスクレベルが可視化されており、すぐに実施すべきベストプラクティスや、中長期的に検討すべきポイントというものが記述されています。 こちらが実際の Well Architected ツールの使用イメージになります。適合しているベストプラクティスにチェックを入れ、2B となる今後のアクションをメモにできる限り具体的に記載するのがポイントです。具体化することで Well Architected Review を実施した結果、いつまでに何を実施すべきかが明確になってきます。 例えば、DevOps の文脈でアプリケーションデプロイの自動化を実施するために CI-CD を検討しましょうとなった場合、それだけでは抽象度が高く、いつまでに何をやればいいかがわかりません。いついつまでに検証を終え、パイプラインをデザインし、いついつまでにコードリポジトリを用意して CI-CD を実施するための準備を進めるなど、具体的なタスクとスケジュールへ落とし込むことがポイントになってきます。 で、この Well Architective Framework をどのようなシーンでご活用いただくかですが、システム構築時の各フェーズでご活用いただけると考えております。要件検討フェーズでもシステム要件を考える際の材料としても活用いただければと思いますし、システム要件の抜け盛りのチェックにもご利用いただけるかと思います。重要なポイントとして、1回限りのレビューで終わるのではなく、設計や 構築運用などシステムの特性が変わるタイミングで定期的なレビューを実施いただくことを推奨しています。1回目のレビューで洗い出された課題に対して対処した際その対処した内容が本当に実装されているのかまた新たな課題が潜在化していないかなどを明確にしてより戦略的にトレードオフを判断してクラウド最適化を目指していくことができます。 それでは、ここからはですね、リーンベント期間中に発表された AWS Well Architected Framework 関連のアップデートをご紹介いたします。まず、一つ目のアップデートです。AWS Well Architected Framework にサステナビリティピラーが発表されました。これまで AWS Well Architected Framework では、クラウド設計、構築、運用のベストプラクティスを5つの柱、 に分類して52の質問と289のベストプラクティスというものをご用意しておりましたが、ここに新たにですね、サステナビリティピラーというものがリリースされました。サステナビリティピラー、この持続可能性の柱ではですね、実行中のクラウドワークロードによるですね、環境への影響を最小限に抑えることに重点が置かれています。 重要なトピックには持続可能性における責任共有モデル、影響の理解及び必要なリソースを最小化してダウンストリームの影響を減らすための使用率もです、ね、最大化などが含まれています。AWS を含む Amazon として2019年にです、ね、ザ・クリメイト・ブリッジというものを発表しています。これはパリ協定よりも早くです、ね、10年早く2040年までに 炭素排出量を実質ゼロ化を達成することを制約しているものになります。Amazon はグローバルオプティミズ,ィミズムとです、ね、共同調印したこのザ・クリメイト・ブリッ e というものでパリ協定の目標をです、ね、10年前倒しで達成する取り組みとして2040年までに炭素排出量を実質ゼロにすることをです、ね、目指すということを発表しております。この サステナビリティピラーの柱の追加はですね、そういった流れを組んでいるところもあるんですが、対象はですね、AWS 自体ではなくですね、AWS を利用するユーザー、つまり皆様がですね、それに賛同して、利用者自身がサステナビリティの取り組みを行っていくための参照できるベストプラクティスといった位置づけになっております。そして、2つ目のアップデートとして発表されたものが、 AWS Well Architected Tool にカスタムレンズ機能が追加されたというものになります。多くのお客様はそれぞれの環境ごとにテクノロジーやインダストリーに特化したベストプラクティスをお持ちです。カスタムレンズ機能はそういった独自のベストプラクティスを Well Architected Tool に組み込んで Well Architected レビューを可能にするという機能になります。カスタムレンズ機能は JSON のテンプレートファイルが用意されていて 所定のルールに従って記述することで Well Architected Tool にインポートしていただくことが可能です。また、追加したレンズは他のアカウントに共有することができるので、クラウド活用の継続的な最適化を組織全体の統制で検討する際に活用することができます。それでは実際にこのカスタムレンズ機能の使用方法を見ていきたいと思います。 カスタムレンズ機能は AWS Well Architected Tool が利用可能なすべてのリージョンでご利用いただけます。AWS Well Architected Tool をマネジメントコンソールで開くと、左側のナビゲーションペインにカスタムレンズという項目が用意されています。このカスタムレンズというボタンをクリックすると、 カスタムレンズを作成というボタンが表示されますので、そちらをクリックします。そうすると、一番上にですね、テンプレートファイルのダウンロードをですね、行うボタンが出てきますので、こちらをクリックします。所定のスキーマに従って記述いただく形になります。マルチバイド文字の利用可能な箇所に制限などがございますので、そちらには注意が必要です。そして、 所定の隙間に従って記述が完了しましたら、えー、こちらをですね、カスタムレンズファイルの選択というボタンを押して、送信をすることによって、実際に Well a r c h i t e c t ツールに独自のベストプラクティスをインポートしていただくことが可能になります。このカスタムレンズは最大300の AWS アカウント、または IAM ユーザーと共有いただくことが可能になっています。 実際のですね、カスタムレンズのこのテンプレートがこちらになります。5つのセクションによって構成されています。レンズセクションではカスタムレンズ自体の属性を定義します。ピラーズセクションではカスタムレンズに関連する柱を定義します。クエスチョンセクションでは柱に関連する質問を定義します。チョイスセクションでは質問に関連付けられている選択肢を定義します。そして最後。 ディスクルールセクションでは選択した選択肢がディスクレベルを決定する方法というものを定義します。以上がカスタムレンズ機能の使用方法およびですね、テンプレートの内容のご紹介でした。それでは最後にですね、えリインベント直前期ですね、発表された AWS Well Architected Framework 関連のアップデートを簡単におさらいしていきたいと思います。 2021年7月にはですね AWS、well、AWS Web Architected Tool で個々のベストプラクティスに該当なしマークを設定することが可能になりました。これにより、個々のベストプラクティスにおいて、そのワークロードに該当しないものはですね、除外することができるようになりました。また、そのベストプラクティスが適用されないですね、理由を記録することもできるようになりました。続いて 2021年9月以降は7つの Well Architected l e n s が追加されました。なお現状ですね、この Well Architected l e n s は13個ございますが、ジェネラルな Well Architected Framework ーーを含め Well Architected Tool に対応しているものは現状4つのみという形になります。それ以外はそれぞれのテクノロジー、インダストリーごとのですね、ベストプラクティスとしてご活用いただければと思います。 9月に追加されたストリーミングメディアレンズではですね、ストリーミングメディアワークロードの設計、配信及びメンテナンスに適用できるベストプラクティスをご提供しております。2021年10月12日にですね、提供されましたマシンラーニングレンズではですね、機械学習のワークロードのベストプラクティスというものをご提供しております。また、機械学習、マシンラーニングのですね、ライフサイクルの各フェーズのアーキテクチャガイダンスなどを説明しております。 2021年10月の28日には SAP レンズがローンチしております。SAP レンズではですね、AWS で信頼性とヒアル効果が高く、安全な SAP ワークロードを設計、構築、運用するためのベストプラクティスが提供されております。SAP ビジネスサイト、SAPS4HANA、およびサポート製品を含む AWS で実行できる全ての SAP ソフトウェアを対象としております。 SAP レンズでは各ベストプラクティスに必須、強く推奨、推奨などといったプライオリティを設定することがで設定されておりまして、利用者にとっても必ず押さえておきたいポイントが分かりやすくまとめられています。2021年10月29日にリリースされたデータアナリティクスレンズではですね、ウェルアーキテクテルな分析ワークロードを設計するためのお客様が実証したベストプラクティスのコレクションとしてまとめられております。 ゲームインダストリーレンズではですね、クラウドで信頼性の高い、安全性、効率的、そして費用対効果の優れたゲームを構築するためのベストプラクティスが提供されております。ハイブリッドネットワーキングレンズでは、Well Architect t r e m o r の5つの柱に基づいて、AWS とオンプレミスとのハイブリッドネットワーキング環境の設計、デプロイ、アーキテクチャのベストプラクティスが提供されています。 そして、マネージメントガバナンスレンズではですね、AWS CAF の原則をベースに構築された何千ものですね、移行の成功経験に基づいて、クラウド導入の過程で効率的な移行と実行を支援するようにですね、テクノロジーにフォーカスしたベストプラクティスというものが求められています。このマネージメントガバナンスレンズではですね、クラウド対応環境を構成及び構築するために必要な8つの機能のですね、基本セットを推奨しています。 以上がリインベント2021直前にですね、発表された AWS Well Architected Framework 関連のアップデートとなります。それでは本セッションにつきましてはですね、以上となります。ご清聴いただきましてありがとうございました。